去年の話。大学が夏季休暇に入り、暇を持て余した私は、同じく暇を持て余す友人と二人で肝試しに行くことにした。肝試しといっても、心霊スポット凸なんて大したものじゃなく、深夜の近場にある古びた神社へ行って、写真を何枚か撮影し帰ってくるだけという、シンプルなものである。肝試し当日、私たちは神社の長い階段の下に集合した。深夜だが、夏独特の蒸し暑さで、首元が軽く汗ばむ状態だった。暑い中、長く急な階段を登らなければならない。そう考えると少々げんなりしたが、二人一緒に階段の数を数えつつ神社に向かった。30段目を数えたところで、階段が終わり、神社に到着した。暗闇の中、懐中電灯に照らし出される神社は迫力満点で、暑さと階段のきつさにだだ下がりだったテンションは、一気にヒートアップした。私たちはデジカメとスマホで、おのおの思い思いの風景を撮影し、最後におさい銭を投げ込んで神社を後にした。神社を帰る際も、長い階段の段数を数えることになった。私と友人は共に、小声で段数を数えながら、ゆっくりと階段を降りた。27段目。そこで階段は終わった。登る時より3段も少ない。私と友人は不思議に思い、暑さを忘れてもう一度階段を上がった。やはり30段である。そして今度は慎重に一歩一歩踏みしめながら階段を降りた。26段。さっき以上に段数が少なくなっている。さすがに不気味に思った私たちは、無理やり数え間違いと結論付け解散した。だが、お互いにどこか釈然としない思いを抱えたままであった。しかしこの不思議な出来事の原因はすぐに判明した。後日確認した神社の写真、その中にあった階段と鳥居を写したもの。そこには階段の最上段に折り重なるように倒れる数名分の人影が確認できたのだ。そう、私たちはあの夜、彼らを踏みしめ、神社へ到達したのだ。百物語が開催されると聞いて、東方も何か寄稿しようと、ノートパソコンの前に座った瞬間、背筋が凍った。真っ黒なディスプレイに映り込んだ部屋の隅っこの方に、
何やら人影が見えたのだ。こういうのは気にしたら負けだ。さっさと PC を立ち上げちゃえと電源を入れる。 PC が起動し画面が明るくなった。これで部屋も映らないし安心だ。しかし起動後すぐに画面が真っ黒になり、うんともすんとも言わなくなった。電源が切れたのだろうと思い、充電用のコードをコンセントに挿すため机の下を覗き込んだ瞬間、ジェックした。真っ白な手が一本コンセント周辺をうねうねとうごめいていたのだ。恐怖のあまり声を上げることもできなかったが、即座に家族のいるリビングへ逃げ込んだ。それ以来人影も白い手も見ていない。まあ二度と見たくもないが。昔うちの家に黒という犬がいた。俺の小さい頃に死んだので俺はあんまり思い出がない。しかし両親にとってはとても愛着があって、家族同然のペットだったようだ。黒が死んだ後、両親は新しいペットを飼おうとしなかったので、黒の思い出が残る犬小屋は空き家のままに庭にポツンと残された。俺の10歳年下の妹は小さい頃からこの犬小屋に近づくのをとにかく嫌がった。なぜだかわからないがひどく怖がっていた。一度妹のゴムマリが犬小屋の後ろに行った時、妹が泣きながら怖いので取ってきてと頼むので、なんで犬小屋が怖いのか聞いたら、中に怖いやつがいるという。もちろん犬小屋は空き家なのだが、妹は絶対にいると怖がっている。ゴムマリを取ってきてやった後で、俺や父が中を覗いてみたが何もいなかった。しかし母によれば、近所の人からお宅のペットが夜に変な声で吠えてうるさかったと何度か苦情が来たことがあるというのだ。母は何かいるのかねえと不気味なことを言う。実は俺も夜中に犬小屋のあたりから大きな叫び声のような声を聞いたことがあったため、本心では心細かった。そして中学3年のある晩、大雨の夜だったが、勉強を終えて寝ようとする2階の窓のところで、父が俺を無言で手招きしているのに気がついた。この窓からはあの犬小屋が見えるのだが、父の様子から何か尋常でないことが察せられた。俺は窓のところによって父に言われるまま下を見下ろした。そこにはありえない光景が広がっていた。雨の降りしきる中、犬小屋の入り口から白い人影が入ったり出たりを繰り返している。
ひょろりとした格好で雨の中をふらふらと歩き、辺りをうろついた後、また犬小屋に入っていく。2体以上いた。人間とは思えない。父も声を出すなと小声で言った。次の日、不安に思いながら学校から帰ると、犬小屋はきれいさっぱり撤去され、その後はコンクリでがっちり固められていた。父が午前中に業者を呼んで一気にやってしまったらしい。今でもあの夜に見たものが何であったかは謎である。数年前の話。その当時付き合っていた彼が腰が痛いというので整骨院まで付き合ってあげた。何をするんだろうというくらいの軽い気持ちだった。行った時間が良かったのか、そこは拍子抜けするほど空いていた。受付に持参した保険証を提出して名前を呼ばれるまで待つ。先に家族が一組、中年夫婦と子供二人が来ていて、その人たちから呼ばれて入っていった。待合室には四方に長椅子があり、座っているのは私たちとその家族だけだった。やがて私の名前が呼ばれた。診察室に入ると委員長から姿勢が悪いですねという指摘。やっぱりそうかなと思いつつ整体をしてもらってなんとなく終了。私が終わった後に彼が呼ばれて入っていった。しばらくして体がほぐれたのか、上機嫌になった彼が戻ってきた。その帰り道、体が軽くなったと喜んで弾むように歩いている彼に、人が少なくてよかったね、待たされなくて済んだし、と私が言うと、いや、待合室にいたよね、たくさん。彼が言うには四方の長椅子に、びっしりと霊がいただろうとのこと。院長先生は拝み屋でお祓いもするのだとか。私は彼がいわゆる見える人だったのを思い出した。その後引っ越ししてしまったので、その整骨院がどうなったのかはわからない。祖母は編み物が好きだった。もちろんそれは趣味の領域を出ないものだったけれど、私は祖母の作ってくれた服が大好きだった。祖母が亡くなる前年、私に手袋をくれた。それはリボン柄が編み込まれたとても可愛らしい手袋で、私は何年もその手袋を使っていた。何年も使っていると手袋はボロボロになった。加えて成長期なこともあって、この手袋は今年で最後かななんて思っていた。
新しい手袋を買いに出かけてみるけれど、どれも祖母のものほどしっくりこない。そんなある日、私は友達と高台にある公園に遊びに行った。元お城の跡に作られた公園なので、石垣とお堀がいまだに残っている。みんなでボール遊びをしていると、ボールがお堀の方に飛んでいってしまった。慌てて追いかけると、あった。よかった、ギリギリお堀に落ちていないみたい。手すりに引っかかってる。そんなことを思いながら鉄棒の横を通ると、突然ぐいっと右腕が引っ張られた。え、驚いて振り向いた私はもう一度驚いた。引っ張られたと思ったのは間違いで、私の手がしっかりと鉄棒を握っていたのだ。私は鉄棒を握ろうなんて思っていない。むしろ握った手を離したいのに指一本動かせない。自分の手が自分のものじゃなくなったみたい。半泣きになりながら左手で指を引き剥がそうとしたその時だった。暗と地面が揺れて、私はその場にへたり込んだ。今思えば震度4くらいだったと思うのだが、めったに揺れたことがない地域だっただけに、辺りがにわかに騒がしくなった。いつの間にか右手は鉄棒から離れていた。ボールは揺れたからかお堀の方に落ちていったようだ。もしボールを拾いに行っていたら、弾みで落ちていたかもしれない。きっとばあちゃんが守ってくれたんだよ。帰って両親に話すと、父がそう言ってくれた。その手袋はもう小さくなって手には入らないけれど、今も私の机の上に飾ってある。友人の話。ある冬の夕暮れだったという。バイトを終え、一人暮らしのマンションに帰ってきた。テレビのスイッチを入れてからこたつに飛びつき、足を突っ込む。足の指の先がむにっと何か柔らかいものに触れた。あれ？と思った瞬間、それは思い切り彼の足を蹴ってきた。慌ててこたつ布団を跳ね上げ、中を覗き込む。誰かの足が覗いていた。片足だけ。すね毛が濃く生えたそれは、すぐさま奥の方に引っ込んだ。混乱しながらこたつ本体に手をかけ、ちゃぶ台返しの要領で一気にひっくり返す。カーペットの上には、こたつの備品以外何も確認できなかったという。大学の先輩の話。夜の実験室にこもるのってあまりいい気分じゃないんだよね。その日はどうやら私だけが来ていたようで、
朝から夕方まで誰にも会わなかった。窓の外が薄暗くなった頃かな、後ろの方でドアが開く気配がしたの。コツコツコツと靴音がして、私と同じように実験をしに誰かが来たんだなと思った。お疲れ様ですと振り返らずに声をかけたんだけど、返事がない。その時はまだ変だとは思っていなかったんだけど、しばらくしてまたコツコツコツと靴音がしたので、さっき来た人が帰るんだなと思った。振り返ったら白衣の後ろ姿が見えて、ちょうどドアからその人が出ていくところだった。それで一緒に帰ろうと声をかけるためにドアを開けたら、もう誰もいなかったんだよね。とにかくびっくりして急いで家に帰ったわ。結局あの日私以外に実験室を使った人はいなかったみたい。後でよくよく考えてみたら、あの靴音もおかしかったんだよね。実験室に入るのには靴を履き替えないといけないから、あんなに響くわけないし、あの時間に外部から人が来たとも思えないし。今は実験するときはカセットテープを大音量でかけることにしたの。一人で実験するのはまだ怖いんだけどね。母の実家の地域にはある呪いが伝わっている。それはひどい呪いで、かけた人は自分自身が呪いのために必ず死んでしまうのだが、呪いを受けた相手が死ぬかどうかは半々らしい。自分の命はなくなるのに効果は半々とは、なんとも分の悪い呪いだなと当時は思った。自分が小さい頃、母から昔近くに住む女性がその呪いをやったと聞いた。その人はいつも暴力を振るう自分の夫を憎み、その呪いを行って死んだという。その女性の死後、呪いの道具が見つかったけど、その後呪いが効いて夫が死んだかどうかは不明である。今にして思えば呪いとはこんなものなのかもしれない。リスクもなく確実に効く呪いなんてあるわけがないのだ。自分は死んでもいい、相手を殺せるならわずかな確率にでもすがりたい、そんな憎しみと絶望を持った人だけが呪いなどに手を出す。だから呪いとは本来ハイリスクで分の悪いものなのかもしれない。母は自分にはその呪いの具体的な方法を絶対に教えてくれなかった。しかし妹は教えてもらったらしい。一度妹にうまいこと言ってその方法を聞き出そうとしたが、キュウリの中をくり抜いて
皮だけにしてその中に刃物を入れてまで聞いたのだが、妹の言い方が分かりにくくて何度も聞いているうちに母に見つかってしまった。女性がどうしても絶望した時、最後にすがるための呪いなのかもしれない。家族で遠出して帰る途中、高速道路を走っていたら山が光って見えた。もう夕暮れ時で、山の光は眩しいくらいだったのに、弟に山光ってない?と聞いても、何言っとん、光っとらんしと返されるだけ。あんなに光っているのになんで見えないのと思いながら、山に目線を戻すと、もう光っていなかった。あれって、何だったのかな。実は私、今日午前中だけ部活があったんです。だけど風邪で寝込んでしまって、休みました。ちょうどお昼を過ぎた頃、ですかね。天井から物音がしたんですよ。私の部屋は3階の真ん中。そして、唯一屋根裏部屋につながるところが一箇所ありまして、ドンドンって音がするんです。それも今日だけのことじゃなくって、いつも天井から物音がするのは、だいたい午前午後限らず、2時半くらいから3時くらいまで、定期的に鳴り出します。いつもは夜更かしの際に音がするんですが、今回は違いました。私が寝込んだから聞いてしまったんでしょうけれど、いつもの通り、どんどんと音がします。だけど本当にいつも通りで、3時40分頃を過ぎると何の音もしなくなりました。それに、頭も朦朧としていたので、眠りにつこうとしていて、すぐに寝ました。いつも私だけに届くあの音、あれは一体何なのでしょうか?来年の今日までには、解き明かしたいです。うちの娘は4歳なのですが、ものすごい心配性です。この間も娘の大好きなレアチーズケーキを作ってあげたのですが、難しい顔をしたまま食べようとしません。食べないのと尋ねると、でも食べるとなくなっちゃうから、と言って、困った顔のまま止まっていました。また作ってあげるから大丈夫よと言うと、ようやく笑顔になって食べてくれました。
そんな娘のおかげで助かった話です。夏休みに家族で私の実家に行った時のことです。私の実家は古い日本家屋で、夜なんかは結構怖いのですが、娘は怖がって一人でトイレに行けなくなってしまいます。それどころか私の心配までしてくれます。私がトイレに行こうとするとついてくるので、ママはトイレだよ、待っててねと言いましたが、りなちゃんも行く。お化けが出たらどうするの？と言います。私は笑って、じゃあお塩を持っていこうねと言いました。娘が不思議そうな顔をするので、お化けはね、お塩をかけると消えちゃうんだよ、だから大丈夫と言って、塩を一つかみ手にしてトイレへ向かいました。困ったな、持ってきちゃったけど、この塩をどうしようと思いながら、トイレのドアを開けると、なぜかこちらに背を向けて便器にまたがっている見知らぬおっさんがいました。こちらも驚いて固まってしまいましたが、おっさんも、は？という感じで、こちらを振り返ったまま固まり、私たちはしばらく見つめ合ってしまいました。よく見ると、おっさんは半透明です。幽霊だ、と分かった瞬間、思わず、消えろよと叫んで塩を投げつけてしまいました。怪談話なんかだと、ここでおっさんはさーっと消えるのが普通だろうと思ったのです。怪談本の読みすぎでしょうか。おっさんは塩に当たると、あ、いたみたいな顔をして、ようやく消えました。トイレから戻ってきた私に娘が駆け寄り、大丈夫？お化け出なかった？と聞いてきたので、出たけど大丈夫、ママがお塩でやっつけたからねと答えると、娘は安心したように、よかったと言いました。娘の心配性もたまには役に立つものです。とある女子大生の話。雨の日の帰り道、赤い傘を差した人物がずっと後ろをつけてくる。相手の顔は傘に隠れて見えない。痴漢だろうか。いい加減にして、振り向いて怒鳴ると、傘がいきなりストンと落ちた。しかしそこには誰もいなかった。彼女は驚いて一目散に逃げ出した。降りしきる雨の中を
赤い傘が嘲笑うようにコロコロと転がっていく。